ロックン、お元気ですか？アルディーズコレクションミュージアムの中村です。今回もですね、どんどんうちの、ミュージアムの所蔵品を一つ、ご紹介していきたいと思います。今回は、どうよ、沢田研二さんの、アリフライラ・ウィライラの、シングル版、の額装品です。これは、直筆でサインが入ってます。そしてこれは沢田さんの、書かれた、詩ですね。作詞作曲なんですよ、この曲は。なもんで、それの作詞、詩が、これは印刷ですけれども、それを載せて。そして、ポストカードですね、これは。そして、これは見本版。それを合わせて額装したものです。沢田研二さんのね、サインなんですけども、また、これ心になって、ソロでやってからサインがまた変わってます。タイガースの時はですね、英語で S っていう、サバダってなって、ケンジって、ひらがなでケンジっていうのをもじって作ったのが、使われてました。そして、ソロになってからは、ピークになってからは、まあ、沢田研二という漢字になるわけですね。そして、またエクゾティクスの時は、まあ、沢田研二エクゾティクスという風に変わって、そしてまたここで心になった時は沢田研二という、こう、なんか難しいというか、剣がね、古い書体というか、それの、要するに、戸籍に入っている本名の剣っていうのはちょっと難しい字なんですけどね、それをちなんだ風の、書き方になっています。ですから、こうちょっとね、見てみると、剣ってどういう字なんだろうっていう、要するに研究所の剣じゃないんですよね。だからね、そうちょっと面白いです。で、字っていうのも、こう、ちょっとなんか、2がね、こう、縦に、こう、1がこう入ってくるような感じで、こう、2っていう、書かれてる、サインに変わってます。沢田研二さん。そして、これも、沢田研二さんの字なんですけども、本当にね、性格、字がよく性格を表すっていうじゃないですか。まさにその通りで、まあ、かっちりして、丁寧な、綺麗な字でね、真面目な、読みやすい字なんですよね。ですから、本当に、あ、沢田さんっていうのは本当に真面目で、かっちりした、きちんとした方なんだな、というのが、ここからも読み取れると思います。ということで、今回は簡単でしたけれども、アリフライラ・ウィライラのシングル版のサイン入りをご紹介いたしました。よかったらまた見てください。またね。ありがとう。気をつけて。